アシュフォード記念広場のサミズカイセンターにある補修校の事務局ヒューストン日本語補修校はテキサス州ヒューストンにある補修授業校で校舎はウェストチェスター国際学アカデミーを使っている事務局はアシュフォード記念広場のサミズカイセンターにある学校はヒューストン日本語教育振興会によって運営され5歳から18歳の日本語話者に対し授業を行う 生徒の多くはアメリカに加工している。補修校は1972年に設立され、当時の目的は、ヒューストン駐在の会社員の子供に3年から5年の日本語による補修教育を提供し、帰国後の学校教育に適応できるようにすることだった。1972から73年度の授業は、サウスメインバプテスト協会で行われたが、 翌年にタロウッドバプテスト教会に移転した。1983年8月20日に、精霊監督協会で分校を開設。1986年3月25日には、ウェストチェスター教育センターへ移転した。1989年3月時点で補修校は、生徒379人を抱えており、中には、日本人以外の生徒もいた。 1999年5月25日、校舎はストラトフォード高校に移転され、授業は5月29日に再開した。2000年8月12日には再びウェストチェスターへ戻った。また1980年代にはトマス・ホレス・ロジャーズ・スクールでアメリカ人高校生に授業を行ったこともあった。2015年時点での生徒数は480人であった。 補修校は幼稚園から高校三年までの教育を提供し、また、日本の学校と同じく三学期生と四月、学年式生を採用、授業は国語を含み、日本語で行った。他には、算数と数学、社会、理科を教えていた。1989年から1990年までの教育委員長であった、勝野康友によると、国語以外の教科も教えた理由は、 生徒たちは同じ問題を日本語で読まなければならないからだという。1989年時点で学校秘書であったライブロック優子によると補修校には23人の教師がいたという。日本文部科学省は任期3年の校長を任命している。1989年時点ではヒューストン独立学区の高校生はこの補修校で授業を受けて、 高校の単位を得ることができる。またスプリングブランチ独立学区の学生も同様に、ヒューストン日本語教育振興会による日本語授業を受けることができる。1989年時点では、日本政府が経費の1割を提供しており、ヒューストン日本商工会が残りの支出を担当している。また当時の授業料は学級によって違い、40ドルから50ドルであった。 ありがとうございます。